私はすべて理解しました。これはつまり、レン先輩に義理の妹ができる世界線に突入したということですね。なるほど。これが運命の選択か。キリッとした顔でそんなことを郁恵さんが言い出して、アン先輩が地味にイケボで乗り始めた。郁恵だけじゃなくて、桜田パイセンまでわけわかんないこと言い出したわ。おそらくこれまでのレン先輩も、数々の選択の末に今の世界線にたどり着いているんです。そして今回はこれまでと大きく違う運命の分岐。金髪美少女の義妹と強気可愛いいとこにお兄ちゃんと呼ばれる世界線にたどり着いたわけです。まあ、そうだね。ババーンとバトル漫画の表紙みたいなポーズを決めて宣言する郁恵さん。この間原稿しながら流してた、ちょっと前のアニメでそんな運命の選択だの分岐だのって話してたっけ。なんで俺の身の回りで SF が始まってるんだ。そんな未知の話じゃないだろ。少し不思議なことは誰の身の回りでも起きるからな。つまり運命は私は兄さんと結婚しろと言っているんですね。運命とか世界線とか知りません。俺は俺の思う通りに生きる。運命に飲み込まれない男ですね。今小暮の好感度が上がった音がしたな。運命かどうかは知らないけれども、選んだ結果が今になってるっていうのは少しわかる。だけど池永くんの義理の妹といとこ、しかも義妹の方が超正統派ロシア系金髪美人巨乳美少女。菅野先輩の趣味と欲望部分から何かが漏れている音がする。純子先輩の言葉を全く否定できないレベルで綺麗。肌も髪も。ひながためらいがちに手をわきわきと動かす。まるで壊れ物を触っていいかどうか迷っているようだった。ひなたさんですよね。髪触ってみます？いいの？じゃあお言葉に甘えて。うわ綺麗。サラサラしてる。自然の作った芸術。色合い好き。初期ひながローラの髪を指ですくようにしながら一瞬でダメになっていた。あの言い方だとうちらが人工金髪みたいに言われてるみたいで、ウケる。まあ私たちは染めてますしね。ねえ桜田先輩、仲間みたいに言われてるけど、うちはほぼ地毛だぞ。まあ純子先輩と魔女さんに言われるがまま手入れっていうか、やることはやってるけど。なんて話してる横で、ひなが高いチョコを食ってる時のあやみたいな顔でローラの髪を触っていた。ひながすっかりダメになってるけど、あやは落ち着いてるな。お姉はほら、年上に限らず美人さんにめちゃ弱いから、私のツボとは違うので、あそこまでにはなりません。少し得意げなあやだけど、バイト中にメガネかけてる俺に対しての表情と今のひなが似てるなぁなんてことにふと気づいてしまった。ともかく、レン君の妹なら私たちの妹みたいなものなので、ローラちゃんもカリンちゃんもたっぷり頼ってくれていいよ。あやだけではなく、みんなもローラとカリンを受け入れてくれそうでほっとしていた。あやが頼れるかどうかは別として。ただその中でふと気づいた。ところでトスさんは仕事だって聞いてたけど、結局間に合いそうにないんですか？トスは結局仕事が終わってなくてな、機材トラブルがあって今もスタジオだって。つらい。あとさっきから小暮さんがなんか見たことない速度で手を動かしてるんだけど。はい、ネームを切ってます。漫画にしますね。いつものしていいですかじゃなくて、するという強い意志を感じる。後でこっちで倫理チェックは入れるんで、先輩たちは気にせずに楽しんでください。そうそう。そんでローラとカリンは次何食べる？なんかバカみたいにみんなでケーキ持ってきちゃったから、ほぼ食べ放題みたいなもんだし、いっぱい食べちゃおう。
リコにローラも連れ去られ、ケーキの山に招待される。一度ちらりとこっちを見たものの、気にせず楽しんでほしい。ヒナとアヤもそっちに向かって、二人に地味に断りづらい圧をわざと出しつつ食べ物を進めていく。そうやって余計な気を使わせることなく、馴染ませていく感じは俺にはできないし助かる。俺の方もローラとカリンを迎えに行ってから気が張ってたのか、それが緩んだ感じがしてほっとした自覚があった。お疲れ様です。私たちの知らないところでなんかすごいことになってたんですね。ローラに関しては俺もほぼ知らないところで話が進んでたから、実際に会うのは今日が初めてだしな。それに来年から学校では二人のお兄ちゃんになるのね。長年一人っ子だったんで、ちゃんとできるか今から不安しかないですね。ヒナとアヤ、リコと一緒になんだかんだで馴染んでいる様子のローラとカリン、俺にはああいう風に強引に接しにはいけない。正直今もどう扱えばいいのか全くわからないので、内心ではビクビクしているところがある。相手を大事にしてあげる気持ちさえあれば池永くんならきちんとできるわ。そうそう、大丈夫ですよ。レンさん年下の女子の扱いうまいんで。純子先輩は後輩を信頼してるんだろうけど、七瀬からは皮肉が漏れすぎてる。アン先輩のつぶやきを俺たちは聞かなかったことにする。よその子とうちの子は違うだろ。そこでうちの子って言っちゃえる人だし平気だと思ってますけどね。まあ双子だっているし、なんとかなるだろう。間違いなくうちよりも手間はかからないぞ。一瞬それもそうかと思ってしまった。その俺の反応が分かっていたのか、アン先輩がへえと自分で言っておいて擦れた笑い方をする。しかしアリサさんで見慣れてたと思ったけど、下の方の血の美少女力すげえなあ。そういう話とかされると嫌か。褒めてる分にはいいんじゃないですか。俺も実際会った時、こう妖精かなんかじゃないかって一瞬思いましたからね。ちょっと、確かにローラは美人だけど、そっちの話ばっかりなんですか。カリンだって可愛いんですけど。俺たちの会話が聞こえたのか抗議が入る。カリンが可愛くないとは言ってない。ただカリンは初対面ではないし親戚だし、可愛いと言われても地に足のついた感がある。大丈夫だよ、カリンちゃんも可愛いよ。ローラちゃんとはちゃんと違うからね。まあ私の方も珍しいから気になるだけでしょうし、3日もすれば飽きるものじゃないでしょうか。いやそれはないわ。美人見て飽きるとかないない。むしろふとした時に見返してやっぱ美人だわって再確認するわ。わかる。純子先輩とかも不意に細まつげ投げって再確認する瞬間あるしな。わかるわ。私もこっちに帰ってくるたびに、やっぱりあんて胸大きいわよねって再確認するわ。そっちのお姉さんと先輩も確かにその辺すごいし。ちょっとお兄ちゃん、どういうことなんですか。いや、どういうことかって俺には聞かれても。ものすごく身につまされる問いかけなんで、あえて言いますけど、あの子が言いたいのはそういうことじゃないと思いますよ。有森に入るまで七瀬は蓮先輩に彼女さんとかいるなんて全然思ってませんでしたもんね。七瀬には言う必要ないから言ってなかった部分はあるとはいえ、カリンはそもそも会ってなかったしな。そして余計なことを言った郁恵さんが七瀬に襲われていた。まあしょうがない。いやでも蓮くんはこんな可愛いいとこいたのに隠してたってどういうことですか。可愛いと言いながらカリンに抱きつくヒナ、その様子にカリンの自尊心的なテンションが回復しているのか遠目にも見える。ある意味わかりやすい。あ、いや隠してるも何も、
カリンとちゃんと話したのも7、8年ぶりだし、そもそももともとほぼ付き合いなかったしな。確かに、レイお兄ちゃんの家は遠いし、休みも合わないしで、親戚の集まりとかにもほとんど来てませんでしたしね。正直、ひなとあやといい、リコといい、カリンといい、有森に戻ってきてからそれまで止まっていた縁みたいなものがまた繋がってきてる感じがある。それと七瀬から逃げ切った郁恵さんがどうしても修羅場の締め切り前も描くやという手さばきでタブレットで絵を描き始めていた。リコがフォークでケーキを差し出すと一瞬手を止めて食べさせてもらってるのはちょっと面白い。というか郁恵的に何がそんなにツボってんの？突然できたロシア人の金髪美少女義妹でも余裕があってやっぱり優しい蓮先輩。それにもうちょっと構ってほしい年下の言っとこビジュアル含めて強すぎると思いませんか？そうですね、カリンは可愛いですから。後輩のいとこの面の皮がめちゃくちゃ厚すぎてもういっそすごいな。あ、これはもしかして郁恵ちゃんの推しが七瀬ちゃんからカリンちゃんとローラちゃんに変わる可能性があるかも。浮気かな？それって浮気に入るの？入らないの？矛先がそれてほしいと思う反面、他の人に迷惑をかけるくらいなら今まで通りでもいいと思ったり思わなかったりしますね。浮気なんてしません。それにある人は言いました。推しは変えるものじゃなくて増やすものだって。なるほどな。あ、でも郁恵さんがローラとカリンに七瀬相手みたいなことをし始めたらさすがに止めた方がいいかもしれない。いや、同意があればいいような気がしない。でもどうだろう。あ、そうだ、さっき言ってたお姉と七瀬ちゃんの勝負はこれはもう七瀬ちゃんの勝ちってことだよね。あ、確かに。まさか幼馴染でお姉ちゃんのこの私が。アヤの言葉にヒナがゆっくりと崩れ落ちる。私は昔のレン君の記憶が強すぎて今のレン君にアップデートできてなかったんだね。人を出しにして何の勝負をしてたんだ。レンさんへの信頼というか郁恵的に言うところの解釈違いが起きていたので、どちらが正しいかみたいな話ですかね。もう七瀬ちゃんは私を超えたレン君マスターだよ。これからはマスター七瀬って呼ぶね。人のいるところで本当に呼んだら扱いが郁恵並みに落ちますからね。冗談が通じるところで呼ぶのはいいんだな。七瀬はそういう懐の広さがあると改めて思った。さて、一息ついて体から外の寒さも抜けた頃初めての選択肢がやってきましたね。っていうか、なんかこういう選択肢久々だね。なんかさ、2の時ってなんかどこに行くみたいな場所の選択肢はあったけど、なんかあんまりこういうね、なんかこうどこに行くみたいなこういうタイプの選択肢あんまなかったからさ、なんか久々だね。さて、どこに行こうかといったところで、ちょうどまあある程度そこそこいい時間になりましたので一旦ここで区切ろうかな。で、またどうなんだろうね、これ選択肢全部見えるのかどうかわかんないけど、まあせっかくなんで戻って全部見てから進んでいくみたいな形にしようかなとは思いますので、まあまた次回もお楽しみにといったところで今回はここまでにしましょう。てなわけで今回もご視聴ありがとうございました。よかったかと思った方は、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけるととってもとっても嬉しいです。 X のフォローもねしていただけるととってもとっても嬉しいです。てなわけで今回はここまで、また次回もよろしくね。バイバイ。金髪美少女義妹に強気可愛いいとこのいる世界線にたどり着いたって、一体前世でどんな徳を積んだらたどり着けるんでしょうか。レン君的にはその辺特に気にしてない、というか
世話を焼く相手が増えたくらいに考えてるんだろうな。ローラもカリンもかなりキャラは濃いから、レン君の胃に穴が開かないか心配なような。それも役得と割り切るか。これからどうなるんでしょうね。